どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフランク。墓を掘り起こしパーツを集めて自分だけの操り人形を作るというワールドとなっています。このワールドはまずスコップを使って墓を掘り起こす必要があります。土を何度か掘ると棺が出てくるので、ユーズして開ければパーツが出てきます。この遺体部分元いパーツは掘り起こすまではランダムなので、お目当てが出るまで掘りましょう。必要なパーツが出揃ったら境界の方まで行き、組み立てていきましょう。必要なパーツがくっついた状態でレバーを引けば、電気が走り動き出します。あからさまに見た目がとんでもないですが、このワールドのコンセプト的に OK でしょう。動き出したフランケンは背中にコントローラーがあるので、それで動かすことができます。このコントローラーを使ってフランケンを動かしたり、他の人を持たせて運ぶなど様々なことができます。なお、掘り起こした墓は墓守りが自動的に戻してくれます。パーツもそれで復活するのでありがたいですね。また不要になったパーツは炎に近づけると爆散します。ゴミ捨て機能となっているっぽいです。このように論理感何それ美味しいの、みたいな感じで遺体を組み合わせられるワールドですが、このフランケンのエモートを使うことで各場所にある鍵を取らせるというパズル的要素もあります。これを使って、ワールドの端にある開かずの扉を開くことができます。各場所は人物が固定されたパーツが手に入るほか、金庫を開ける番号が入っています。すべて探してみましょう。こんな感じで様々なパーツを組み合わせて、自分だけのフランケンが作れるワールドです。雰囲気は暗いですが、すべて吹き飛ばすスイッチや、破棄する場合の演出など小ネタが満載となっています。いろんな組み合わせをしてみて、遊んでみるのもいいでしょう。てな感じでフランケンで遊べるワールド、皆さんもぜひ遊んでみてくださいね。